ものがいっぱいあります。ドアラが現れた、出現したのは平成6年、1994年の背番号にもありますけれども、なんですが、実際は昭和を体験したい、していないということになっておりますけれども、昭和の時代のこともいろいろと情報として入ってくると思います。ドアラ、いい？聞いてる？全然、はい、大丈夫だから、はい、それ近すぎる、近すぎる、昭和の遠すぎる、遠すぎる、遠すぎる、はい、適度な距離でお願いしたいんですが、昭和の時代なかなか進まない、はい、昭和の時代に主流だったもの、何か昭和と言って思い出すものをちょっと皆さんに、はい、ドアラが昭和と言ったら何を思い出すかなということで、はい、ここ昭和のようなスタートになりますが、アベノミクス、違うみたいな、と言っております。これまさに平成でございますけれども、じゃあ昭和といったら何でしょう。ここはまだ真面目に書くのかな、どうなんでしょう、あ、昭和村、ありがとうございます。そうですね、はい、昭和ということでありがとうございます、はい、ということなんですけれども、我が中日ドラゴンの歴史なんですけれども、まさに昭和11年、はい、大好き、昭和村大好き。ドアラ、昭和村来たの何回目、これで初めて、ね、はい、まだ控室からここまでしか来ておりませんけど、昭和村大好きということで、はい、ですよ、ドラゴンの歴史なんですけれども、昭和11年、1936年1月15日に名古屋軍というチームで球団ができました。途中3秒中部、中部日本、中部日本ドラゴンズという名前を経て、昭和23年に中日ドラゴンズという名称になりました。なんと来年で創設80周年を迎えます、はい、そしてドアラは去年出現20周年だったんだよね。そうだね、覚えてる？覚えてない、はい、覚えてない、記憶にございます、覚えてるね、はい、何か20周年でいいことありましたか。去年20周年あって何かいいことあったかな、1年間、はい、中間のマスコットキャラクターでは試合中はね、毎日グラウンドの方で名前を呼んでおっておりますが、昭和村に来れた、昭和村に来れたって、去年20周年で去年昭和が来たっていうこと、ちょっとなんか通知が突っ込んでしまいましたけれども、はい、大丈夫かな、去年ね、いろんな出来事がありましたけれども、まあ、去年の思い出なんかもいいかもしれないですよね、はい、はい、書いてますよ、あなた、あなたと、あなたと出会えた、あなた出会えた、皆さんに出会えたというね、ことで、が一番いいことだったということに、まあ、なっておりますけど、整理ということになっておりますけども、はい、そんなドアラさんなんですけれども、独